はい、明けましておめでとうございます。今ラズベリーパイ4を VNC 経由で移していますと。でそのラズベリーパイ4の上でアンリアルエンジン4でパッケージングしたゲームを動かすことができています。しかも 3D ですね。でおよそ30から40くらいのフレームレート。このゲームの右上に FPS という項目があるんですけど、そこで30から40くらい出てますね。ちょっとカメラ近づけたりするとしたりするんですけど、あとは、キャラクターの下に影を落としてないですね。ディレクショナルライトが、まあ、ステーショナリーにしているんですけど、影は落ちてないということですね。はい、じゃあ影を落とすとどうなるのかっていうことなんですけど、影を落としたバージョン、ディレクショナルライトをムーバブルにしてみたバージョンというのを今起動してみます。はい、ということでキャラの下に影は出ていますが、フレームレート、フレームパーセカンド FPS の値はだいたい15から20くらいしか出てないという感じですね。画面が動いている感じは全然しますが、リアルタイムのゲームにしてはちょっと厳しいかな、この位置はという感じですね。なんで影を落とさなければ全然フレームレート出せますね。で、今、解像度がですね、640×480 のところでやっていますと。これを、例えば 1600×900 にしてみますか。これで、全体を映して、これで先ほどの影を落とさないバージョンを起動してみます。小さい解像度の時は、30から40くらい出てましたけど、どんくらいになりますかねというところで、9かな。ちょっと拡大します。影は落としてないですけど、解像度が上がると全然フレームレート出せないですね。ということで、解像度をちっちゃくして影を落とさないという選択をすれば、ラズベリーパイ上でもアンリアルエンジン4のゲージングゲームを 3D であってもいい感じに動かすことができるということなんですね。うん、これが最初の影を落とさないで解像度も低いバージョンですね。うん、フル HD の元で見たらこんなちっちゃい感じになるんですけど、で、ラズベリーパイ4に対してアンリアルエンジン4のパッケージングをするという読み方が、このアンリアルオン RPI 4という GitHub にまとめられておりますので、アルカンのセットアップから、多少のエンジンの改造をして、この通りにやればうまくいきますよというのが公開されていますので、ぜひ試してみてください。だいたい1日くらいかかっちゃうかもしれないんですけど、なかなか面白い内容ですので、ぜひ興味のある人は試してみてください。手元にラズベリーパイ4があるような人はぜひやってみていただけたらと思います。はい、以上です。バイバーイ。